絵をうまく見せるにはコツがあります。新絵心教室 3DS がキャンバスに早変わり、タッチペンを鉛筆や絵筆として使って立体写真を見ながら気軽に絵のレッスンを受けることができます。自分のレベルに合わせて入門コースから応用コースまで様々なレッスンを揃えました。立体感を出すコツ、質感を出すコツ、人物画を描くコツなど、レッスンを受けお手本を見ながら進めていきます。少しずつステップを踏んでいくと、最後には自分では描けないと思っていたような一枚の絵が完成します。鉛筆や絵筆の描き心地は割と本格的です。鉛筆の濃度を使い分けたり、絵の具を混ぜ合わせて新しい色を作ったり、筆で色と色をなじませたりと、実際の画材を使っているかのような感覚で絵を描くことができます。さらに新絵心教室では新しい画材も追加されました。たくさんの色を取り揃えた色鉛筆、境界線をぼかして自然に色をなじませることができるパステル、そしてキャンバスを選ぶこともできます。もちろんレッスンだけでなく、好きな絵を自由に描くこともできます。こんな落書きでも、ちょっとしたスケッチでも、慣れてくれば描き方次第でいろんな絵が描けます。あらかじめ用意された約50点の立体写真をモチーフにすることも、また 3DS で撮影した画像をモチーフにして描くこともできます。いつの間に通信やローカル通信で描いた絵を交換したり、描きかけの絵を友達に送って仕上げてもらったり、完成した絵は SD カードに保存されますので、ご自宅のパソコンで利用することもできます。また手作りのレッスンを作って自分の絵の描き方を友達に教えることができます。絵を描くことをもっと楽しく、もっと手軽に。新絵心教室。